1つ目のレシピは野菜たっぷりオートミールミネストローネです。オートミール大さじ3を器に盛ります。トマトジュースを入れます。ミックスベジタブル、ベーコン、ガラスープを混ぜます。電子レンジで600ワット2分ほど加熱してください。サラダ用ビーンズをトッピングして完成です。2つ目のレシピはオートミールチヂミです。チヂミにすることでオートミールをいつもとは違う食感で味わえます。玉ねぎをみじん切りにします。ニラは1センチに切ります。深めの耐熱ボウルにオートミールとオートミールが浸るぐらいの水を入れます。混ぜたオートミールを電子レンジで600ワット1分半加熱します。電子レンジから出し、粗熱を取りながらぐるぐるかき混ぜてドロッとさせます。冷めたら卵、野菜、桜エビを入れてしっかりと混ぜます。フライパンを熱してごま油を引き、オートミールの種を流し入れて蓋をして5分ほど焼きます。蓋を取ってひっくり返し、さらに5分ほど焼いたら完成です。3つ目のレシピはスープジャーで作る具沢山味噌汁です。スープジャーに具材とお湯を入れておくだけで簡単にできます。人参は短冊切りにし、キャベツは1センチ幅に切り、豆腐は1センチ角に切ります。スープジャーに豚肉、人参と熱湯を入れて1分置いて湯切りをします。スープジャーに材料をすべて入れて熱湯を注いで蓋をします。2時間置いたら完成です。朝にスープジャーに仕込んで会社や学校に持っていけば、その日のお昼には食べ頃になります。ダイエット中のお弁当に最適です。オートミールがダイエットに向いている理由には大きく2つあります。1つ目は食物繊維が豊富な点。オートミールに豊富に含まれている食物繊維が食後の血糖値をコントロールしてくれることによって脂肪がつきにくい体になります。2つ目は白米に比べて腹持ちがいい点。オートミールは水分を含むと2倍以上に膨れるので、少量でも満足することができます。オートミールをダイエットに取り入れるときに注意する点が1つあります。オートミールは糖質もカロリーも含んでいます。ダイエットを目的にするならば、オートミールは主食に置き換えるのがポイントです。食物繊維やミネラル、ビタミンなど私たちにとって不可欠な栄養素を多く含むオートミール、ダイエット中に必要な栄養素を取れる上、食物繊維による効果まで実感できるのは嬉しいポイントですよね。さらに時短で調理できるので、忙しい中でも栄養をしっかり取りたいな、サプリメントに頼らず痩せたいなという思いがある方にもおすすめです。ただオートミールだけでは栄養は足りません。あくまで糖質の多い食品、ご飯やパンなどの置き換えとしてオートミールを活用し、主菜や主食でいろいろな食材を食べるようにしましょう。水分をしっかりとることも忘れないでくださいね。川島屋のウェブサイトでは、この他にもオートミールのレシピや情報を詳しく紹介しています。詳細は概要欄をご覧ください。また、川島屋チャンネルでは、役立つレシピや作り方動画を配信しています。動画への高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。このレシピで作ってみた感想などもコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。